どうも皆さんこんにちは、ケツンです。ということで今回はワールドオブタンクスというね、戦車のゲームの実況プレイやっていきましょう。私今1時間ぐらいプレイしてからオープニング撮ってるんですけど、これねマジでやばい。案件だからとかじゃなくて本当に不景、びっくりした。こちらね、実在したもしくは実在している戦車を使ってやる対戦ゲームなんですけど、なんとね、まず俺もびっくりしたのが、これ戦車ね600種類以上あるんですよ。やばくないですか、いろんな軍の。ちょっと見てください、これ技術ツリーっていうところでさ、ほらこれ見て、これドイツとかでこんな、なんですかっていう、これすごいでしょ。むちゃむちゃ分岐してえぐい戦車いっぱいあるじゃないですか。でなんかこうティア1からティア10まであんのかな。で軽戦車から重戦車までもういろんな戦車があるんですよ。ドイツとか、ほらこれソ連とか、わ渋いね、ソ連ですよ。いいですか皆さん、ロシアじゃないんです、ソ連なんです。ここら辺はね、なんかこうミリタリーが好きな人にはねたまらん表現ですよね。でまあアメリカとかで、我らが日本もありますよ。これ日本の戦車とかね、こうやってさいろんな国の戦車が集まってて、で600種類あるんですよ。なんか FPS のゲームとかでさ銃とかあったりするじゃないですか。でも銃で600種類も武器ある戦争ゲームあります？まあ、50あったら武器の種類多いなぐらいじゃないですか。100あったらとんでもないっていう感じでしょ。いや600だから、すまんな、600だから、うちは600でやらせてもらってるんで、いやもうね本当に沼な部分はまだまだいっぱいあるんやけど、まあそこら辺はちょっとやりながらね、説明しておこうかなと思います。で早速やっていこうと思うんですけど、その前に、私招待コードっていうのをいただきまして、概要欄の方に書いてますけど、この招待コードを打つと得点内容ババーンってこれもらえるんで、ぜひこれからワールドオブタンクやってみたいなっていう人はやってみてください。いやケッツンさんと、そんな戦車もね600種類もあってお高いんでしょ。いや皆さん無料です。マジテンプレートみたいな。まあ、ということでね、早速触っていきましょう。ということであらかたチュートリアルを終わらせて、今ようやくオンライン初戦なんですけど、お始まった。わ俺これ使えるやん。キーこれ全員ノラの人、よろしくお願いします。見てみこの戦車、うわーほら砲台が3つもあんねんで、これかー撃ち砲台やほいや今のは意図してないよ。びっくりした、もう天然で親父ギャグ出てんね。さあ行こうぜ、戦闘開始、出撃、前進前進する。あ2番3番とかあるんや。あ俺2番3番の弾持ってきてないな。あーすまん、まあ最初の一戦目なんで、まあまあ楽に行こうや。でこれボーン、いいね、いいサウンド。でこれねスナイパーモードみたいなやつもあるんですよ。でスナイパーモードにしたらこれ戦車の中で効いてる程の射撃音になるやろ、やばない。じゃあ私は中央から攻めよう、あの人の裏をついてあげよう。私これちょっと重そうだな。ということは中央で陣取って、敵のヘイトを集めて、で軽戦車の人たちが後ろからこうガー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 やってくれたり。今あれ後続の部隊は意外と来ないね、なんで。ああそういうことか、守ってんのかこれ。これ俺前に出すぎたら一気にやられてしまうんじゃない、そういうことか。遠距離でブチブチ、オッケー、どいて、ここら辺で俺保証しとった方がいいな。まあでも味方の戦車にちょっとついていきたいね。いやー見てこの、うわシャリの音たまんねえな、最高に渋い。どっから来るかな、わっいた、目標の前1、てーん、着弾反応なし、くそ、時短装填、時短装填確認、えっ、やっぱ当ててくんの、うーわ、いや、すげえ、いや、この給料のさ、わずかなこの、なんていうんかな、起伏を利用した攻防なんてえぐいな、あいつどこ行った、うーわ、この岩の隙間から、ふはははやーべえ、オッケー、一発当てたよ、あと一発で死ぬんじゃない、時短装填確認、てー、くそ、いや、今の外したのか、もうちょっと絞らないと。これや、ほら、よっしゃー破壊した。エネミーワンダー、敵戦車の破壊を確認した。見ろ、私だってやれるんだ、まだ初心者だから。前進前進する、この木に乗じて、あここ空いてんだ。さあ目標目の前、人4丸丸撃てー、反応あり、敵に44のダメージを確認。あれこれ滅ぶんじゃない、撃てー、オッケー、敵に、よし敵を滅ぼしたよ。2台倒したんじゃん、3台倒れてるね敵で、こっちの味方が1台倒れてんのか。あーなるほどね、前進前進、これ俺が上がっていいのかな、多分軽戦車の援護がいるんじゃない。僕あっという間に回り込まれるよね、多分このでかい機体だったら。こっちにもいるな、いい場所取ってんなこれ、ポジがいいわ、しっかり車線隠してんね。
ただ中央は滅んだから射線上げれるんじゃないかな。僕ちょっと上げようか。ここら辺にいた戦車がどうなってるのかちょっと分かんないけど、でここら辺射線上げて、はい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 、撃ったよ俺、ヒーフーそういうこと。いやこれバカ楽しいな。エイムゲーじゃねえ、戦略ゲーだこれ、戦術ゲー、なんか将棋みたいな感じ。どうやって詰ませるかに限ってるこれ。あーであいつ引いたやろ、やべ、うわー不平、いやーなるほど、くそー。いやー一回引こう、引けるかな。あー冷たかったんやけどな。うわー、いやいいところにおるわ。いやほんまに将棋みたいやねこれ。よいしょー、オッケー、撃った撃った撃った、やべーやられた、ごめん、くー挟まれた。そういうことが出すぎたな。いやちょっとあれだったな、スピードの遅い車両だったから、もうちょっと味方と一緒に行動すればよかったね。風穴を開けれるようなキャラじゃなかったな、ごめんやられた。でこれでこっちが3人やられて、向こうが4人か。なんちゅう戦車してんねんこれ、はっはっはっはくすぐられるこれいやロマンくすぐられるわこんな戦車。何よお前、これはなんか戦車って感じやな。これが軽戦車かな。あー多分軽戦車は動きやすいけど走行が弱いみたいな感じだろうね。でここわあいいところに保証してる、しかも裏取ってるやん、車線もしっかり隠して。へえすごい、あー頭いいな。やっぱある程度軽戦車とか中戦車あたりの動きがやりやすいやつがこう裏取りしやすそうだね。これ裏取られてるよ、やべこの人裏バレ、あー分かった、いやー理解した時にはもう時すでに遅しか。引き分け、あー勝負つかなかったら引き分けなんや。まあ終盤の駆け引きは難しそうだな。いやいいね、ちょっと一戦しかやってないねんけど、大体こんな感じです、わかった。で皆さんをさらなる沼に引きずり落とそうと思うんですけど、まあせっかくなんでね、日本の戦車を使っていきたいなと思うんですけど、まあ私今ここしかアンロックできてないじゃないですか。でこれからこうバーってアンロックして、まあここら辺分岐とかなるんですけど、まあここを押してもらうとほらいろいろあるんですよ。これがキャタピラの部分、サスペンションとか、これはエンジンの部分とか、いろいろあって、でここを行けるようになってるじゃないですか。でこれがまあ新しい手法ですね、こうやっていろいろ選べるようになって、でこれ今40って書いてあるじゃないですか。私ちょっとまだ12しかないので、貯めてからアンロックしないといけないんですけど、まあこれを研究してアンロックしたら次これ、次の釣りのこの2が、タイプ95の、戦車がゲットできるんですよ。で見てくださいほら、種類がいっぱいあるでしょ。こうやってエンジンの部分が2種類やって、サスペンションの部分も2種類やってみたいな、手法が3種類やって、で今いろんな風にどん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 こうやってカスタマイズできていけるんですよ。でまあ手法をこうバーって選んだら今度レベル3の方に行くと、ほらあーやばいですよねだから戦車でさえ600種類あるのに、たった一つの戦車でもどれが自分の中で最適か、一番使いやすいやつになるかっていうのはまた選ばないといけない。まあもちろんね、上に行けば行くほど性能は良くなるんですけど、メリットだけではないですから、重量が上がったりとかね、いろいろデメリットはあるんで、まあそこら辺が沼になってくるのかなと思います。いや、ケツさ、FPS とかの銃にもね、なんかこう武器をいろいろいじくったりするアタッチメントありますよと。まあこんなんありがちっちゃありがちでしょうと。そこの君、君だよ君、ちゃうねん。そんなレベルじゃないのよ。でさらに沼なのはですね、まあこうガレージに戻っていったらわかるんですけど、まずまあここで、アタッチメントを変えれるんですよ。いろいろサスペンションとかエンジンとかね。でこちらこっち3つあるでしょ。これ3つのやつも押してもらったらわかるんですけど、ほらこれも結構沼でしょ。例えば双眼鏡だったら静止中の視認範囲がプラス 25% とかね。でこれ改良型とか押したらほら、高性能換気装置、全搭乗員のスキルが 7.5% アップとか、なんかいろいろね、これを組み合わせるのも沼と。でおやおや、全搭乗員スキルって何ですかとこちら左上見てください、なんか人間いますよねこれね。押してもらったら分かるんですけど、軍長、はあ、はあはあ、砲手、はあはあはあ、操縦手に無線手に装填手と、それぞれ人間を雇用することができるんですね。でもちろんそれぞれにスキルがあるんで、まあ、そこら辺のスキル選びも沼と。でさらにここを見てもらうと、まあ、これは弾ですね、弾薬を買ったりすることができます。で、こちらはですね消耗品ですね、例えばこれ見てください、救急キット、負傷した搭乗員全員を治療しスタン効果を解消とかあるじゃないですか。まあ戦闘中にこいつら負傷したりするんですよ。で回復したりできる。でこれは修理キットとか、あと
まあ、戦車が燃えたりするときがあるからね、手動で消火できる消火器とか、こういった消耗品とかを、ここで購入できたりできる。で、ここ、ディレクティブという拡張パーツ、まあ、これもほら見てください、標準機の調整とかいろいろあるでしょ。まあ、こういうね、もう何っていうぐらい選べれるんですよ。ただでさえ戦車が600種類もあるのに、それぞれにアタッチメントがあるだけではなく、なんかパークとかね、あの消耗品、もしくはこの搭乗員も選べるっていうね、もう自分にベストな戦車を見つけるのに人生2周ぐらいいるんじゃないかなっていうぐらい奥の深いゲームよね。これはほんまにすごいと思う。ということで、まあ俺日本の戦車、これまだ研究ポイント溜まってないので、これを使ってやっていこうかな。よし、ということでやっていきましょう。うわー、これ違うマップやね。くー、見てください、私のこのルノーオツ型かな、これっていう戦車かな。確かね、フランスから輸入した戦車で、まあ日本の初期型の戦車になったと言われている。あ、でこれちなみに私言うの忘れてたんですけど、ほらこれレティクルあるじゃないですか。で移動したりしたらレティクルがこう膨らみません？膨らむでしょ、ほらレティクルが膨らんで、で止まるとレティクルがこう絞られてくるっていう感じになって、移動するとほら膨らむ。だからエイムが合わないんですよ。移動しながら射撃することはとても難しい、なかなか敵に当てづらい。だから一回ちゃんと止まって、エイムを絞ってこうバーンって撃っていかないといけない。これがね結構リアルでしょ。うん、いいよね。おはは、なんか面白い戦車がいるすげえ。でこれは軽戦車になるのかな、まあ、軽戦車、重戦車、中戦車で、あと駆逐戦車、自走砲っていうのがいるんかな。まあ戦車っていうのは、まあ、こういう、建物を破壊する役目もあるんですけど、駆逐戦車はもう本当対戦車に特化した戦車って感じですね。で自走砲っていうのは、まあ、戦車っていうより大砲みたいな、遠距離でドコーンっていうようなあるじゃないですか、よくある大砲、それに走行させる能力を持たしたのが、まあ、自走砲っていうんですけど、まあ、そんな感じで5種類に大きく戦車は分けられてるのかな。で僕多分軽戦車なんで、俺から前に進んでいって、チラ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 やっていった方がいいのかな。ここ正面で戦い合ってんね、戦い合ってるということは、私は若干左サイドに抜けてあげて、回って潰してあげたの方がいいのかな。ただ僕多分おそらく走行弱いと思うので、あんまり行き過ぎると敵の意識にかかってしまう恐れがあり、ああ前押してくれてんね、オッケー。で右下のミニマップも見ながらやっていくといいですね。これはオッケー、砲撃有効。一回レティクロをしぼめて、リロード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 開始、オッケーオッケー、撃ってる撃ってる撃ってる、めっちゃ撃ってる、オッケー。一回離れろいいね。でリロード中は離れて、リロードし終わったらまた出てくる。でレティクロを絞りつつ、いやもうすぐやれそう。うん、ダメージ与えられない、一回引く。あ、ちなみにですね、 V があります。履帯の部分が柔らかかったりとか、あと背後が柔らかかったりで、砲塔の部分が硬かったりとかいう V もあって、で入射角によっては、まあ、榴弾を反射してね、ダメージを与えれなかったりとかもあります。そこら辺もね、リアルですね。であとは履帯が破壊されたり、エンジンが破壊されたりとかね、そういった V 破壊もある。あー、ナイス、抽選者俺の前出てきてくれてる、ありがとう。あー、いいね、よし、3対1や、3対1でやろう。ごめんごめんごめん、いい、俺前出て、やばい、やべ、くそ、履帯がやられた、動けねえ。オッケーオッケーオッケー、ナイスワンダー、オッケー、履帯の修復終わった、よし前進する。いいよ、右サイドからね前進できてる、前進してね。これそのまま旗取っちゃうか、これ敵を全滅させるか、旗を取ったら勝ちなんですよ。で私ミニマップ上見てもらったら分かるけど、こっち方向に旗があるよね。でこの旗を取ってしまえば、それはそれで勝ちになるから、もう旗いっちゃうか。これ右から抜けれたね、あーいいね。敵あとでも1台しかおらんな、あそこに残ってるやつだけか。じゃあもう旗と取って終わりだな。あー、いや詰め将棋はね、どこの戦力を厚くして一気に抜けてとか、そういうの考えながらやっていくのが面白いな。でここ拠点です、拠点に入って、もちろん陣地に入ってる味方の戦車の量が多ければ多いほど上がるスピードも上がると。いや音がリアル。でこれで占領したのかな、はい占領したので勝利と。いやーいいね、ちょこれ見て、やばないこれ、この戦車、これこれシュトゥルムティーガーって書いてあんねんけど、まあ、第二次世界大戦とかで使われたドイツの自走砲ですね。でこれイベントモードもあって、まあ今はこのシュトゥルムティーガー縛り、こういうイベントもやってんねや。ちょこれもやってみていい、
や、こういうさ、おちゃらけたっていうのもあれやねんけど、若干のバカゲー要素の入ったイベントモードいいよな。うわっやばい、自走砲対自走砲なんかありえんのこれ。いやーいいね。いやーこれ形がなんとも、いや初めて使うよこれ自走砲。なんか自走砲でよ、さらちにしてやろうぜ。ここの一体前進前進する。こちら第492日連帯所属決19兵、前進前進せよ。うわーいいね。あ、これはスナイパーモードはないのか、自走砲だからかな。いや音やばい。バカッジュオーンジュオーン。ハッジュオーンしすぎ。目標のはいいね。前進前進、いやこれ当てるの難しそうだな。ちょっとこれ1番の球に変えてみていい？1番の球、1番の球にチェンジ。うー1番の球、ちょっと待って、今砲弾変えたばっかりやから。いや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 、すげえ汚ねえ花火だぜ。さあぶつけ合えよ、やり合おうぜ俺たちで、命を懸けてやり取りような。うおうおすげえ、こんなん当たんのかよ。おい、当ててきた敵。そうやべ、俺操作方法間違ってるから、もしかしたら。いた、目の前撃て。いやー重大な損傷やって。なんか9000ダメージぐらい与えんかった。ちょっと待って、ヒットポイントえぐない？ 1 万ヒットポイントあんの。やべ、来てる来てる来てる。そう、いやこいつ、いや待て待て待て、いや俺さい、あいつにすぐ、いやなんてやつだあいつ。そう、一人でうちらの陣地、この野郎がかき乱してやがる。逃がすなこいつは。やばい、出すぎるな出すぎるな。うおー7000ダメージはやばい。あーこいつバカが、へへへチャンスチャンス、うらこいつマジ美味しいぞ。背中見せやがった。危ねえ危ねえ危ねえ、一体引く。あと敵1台か。あ、いけるわ。すげえ、いやこれ面白いな。ああボコボコに食らってるわ。どう、ゼロ距離で自走砲の砲弾食う気持ち、どうたまらんやろ。うわうわかわいそう、これはかわいそう。はい、ということで見てください、ついにティア4までアンロックしました。これがティア4の、日本軍の戦車タイプ1チーヘなんですが、ですね、まあこれね、ティア1からティア10まであるじゃないですか。で大体同じティアのランク同士でマッチングするようになってるんですよね。まあ、ティア10の装甲とか威力とティア1の、装甲と威力とかやっぱ団地なんで、まあ一緒に戦ったらあれじゃないですか。だから別々になってるんですけど、まあこのティア4から本番らしくて、1から3までは割とチュートリアル、まあ戦場慣れてくださいよっていう感じで、ティア4から世界がガラッと変わるらしいんですよ。で全てのマップで遊べるようになるらしくて、早速ですが洗礼受けていきましょう。先輩たちの洗礼受けていこう。うわーすげえ、ティア5とかもいるよほら。なにこの、あーあーあーって、うわーすごい、叫ばずにはいられない。いやーあー、いやちょっと待ってよ、このへーみたいな絶望の音楽は何ですか。いやー怖い、緊張する。やべやべ、初心者感出さないようにしなきゃ。おお、マラ俺についてこい、行くぜ。前進前進、お前たちは左翼から、そして私たちは中央から、そしてキクノラは右翼から攻めてくれ。核翼の陣で奴らを迎え撃ち撃滅するぞ。ちなみに私はね、今回2番の弾もね持ってきてるんですよ。弾薬もね3種類ぐらいあって、お、ここでなんだ待ってんのか。俺このマップ初見だからあれやけど、出会いやすいの。ちょっとバラーって見てみるよ。大丈夫そう、ショーですやばい緊張してるわ。大丈夫そうですよ先輩たち。僕ちょっと前行きますか。抽選者なんである程度は見れるよ。そう、弾もね、いろいろ種類があるんですよ。いろいろ種類があって、まあ貫通力とかいろいろ変わったりするのでね、弾を自由に装填し替えながらやっていくことも楽しめるという感じなんですね。大丈夫そうやな。やっばいってやってしまった。目標目の前1、いや、あぶねえ、うー撃て、よーし、10だね損傷。ワンダやべえな、めっちゃ弾浴びる。ちょっとごめん、下がらして下がらして、お願い。あぶねえ、はえー、こっちからもなんかやってきそうじゃない。やばいやばい、俺狙われそう。うわー、離体を切られた。くそ、離体を修理する、離体修理完了。うー一回撤退、あぶねえ、強っ。俺これ通用しない世界では、俺あいつ壊したいな。ああナイス、よし、橋上のやつは撃破してくれた。
いいね。よし、俺も攻撃するわ。ちょっと俺も出るね。スパンで、よし、で引き返す。いやー当たらんかった、すいません大佐。で俺ちょっと出るわ。スパン当たらんかった。いやこれもういいわ、いける。いやナイス、破壊した破壊した、いいね。いやほんまにこれほら詰将棋みたいな感じせえへんね。相手もさ、あそこからこうスパスパ打って挟もうとしてきたけど、いや私たちには通用しなかったな。前進前進する、まずい。いやあいつ引きながら行ってんね。いや4台で行ったらこれ数の暴利でなんとかなる。いやーただ左サイド、いや下サイドかな、下サイドがちょっとヤバそうやね、ミニマップ見てると。下サイドが敵有利で抜けそう。いやーこれ数の暴利で、こいつ多分大佐、こいつを抜いたらおそらく、ああ間違いねえ、旗取れますよ。抜きましょう、こいつを。長弾した、くそー、入射角が悪かったか。でもよく当たったねあれ。前進前進、いや敵ビビってる。はヒットポイント鬼削られてね、何あいつそんなヤバい。くそ、一体その力どうやって。いや外した、すまん。いや大丈夫大丈夫、レッツクル縮めて、ナイス。また1台また1台で失いながら、でも確実にいいね、チェックメイトまで進んでいく。よし俺たちが、いやたとえ味方がここで死に絶えたとしても、味方の骨と意志を拾い、さらに私たちは前へ前進する。いいね、これで旗上げてこちらのチェックメイト。やば、敵が強えな、全然違うわ。あでもこれで俺たちの勝ちじゃない、ナイス。祝砲を掲げよう。あーいいですね、勝ったらいろいろポイントも熱いですね。これかな、153ダメージ与えたってことなのかな私。まあこんな感じと、いろいろ細かく成績も見れるんですね、やっば。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。あのマジでほんまにほんまに本音でグラめっちゃいいし、サウンド普通にやばいし、で戦車の種類尋常じゃないじゃないですか。でそれぞれのなんかカスタマイズ性の豊富さ、全て半端ないなって本音で思った、のに無料、やばいねこれ。なんか戦闘もエイム力ゲームっていうよりかは本当に詰将棋みたいな感じ、戦術ゲー、味方がここおるからここちょっと俺詰めようかなみたいな。だから別にシューティング系が苦手な人でも全然俺いけると思うし、マジですげえゲームだなって思いました。はい、ということで最後になりますが、ワールドオブタンクス無料でダウンロードしてプレイできるのでね、ぜひ概要欄をチェックしてみてください。で招待コードも概要欄の方に書いてあるので、これからやろうかなって思う人はその招待コードを受け取ってね、スタートダッシュかましちゃってください。はい、今回この辺でご視聴ありがとうございました。